黒田里氏は日本の法学者、京都大学教授、東京都立大学教授、神奈川大学教授及び学長代行を務めた、京都府京都市出身。第三高等学校から1923年3月に京都帝国大学法学部を卒業、同年4月より大学院に進む。京都帝大では憲法学、国法学の成型とされる、 森口茂次に指示。1925年京都帝大法学部助教授に就任した。ドイツ法を専攻し、純粋法学のハンス・ケルゼンと彼が所属したウィーン学派の研究を手掛けた。1927年から1930年まで、文部省在外研究員として通し、この時には、ケルゼン本人に受講、個人的な信仰を結んでいる。しかし、帰国後に、 ケルゼンの影響からは次第に遠ざかったとされる。1936年以降、カール・シュミットの政権権利論を踏まえ、それに修正を加えた政権権利論を発表した。1940年から1947年まで、京都大学の憲法学講座を担当した、1940年から1943年までは、大西義夫と分担。 帝国憲法第1章、同第2章を黒田聡氏が担当。大西義夫の担当は第3章以下。国家緊急権の研究に関して黒田聡氏の理論は非常体験によって帝国憲法第2章に定められた。規定以外をも侵害できるとした。一方、同門である大西義夫は非常体験の効力の制限を主張した。 1965年、神奈川大学で憲法の教授に就任。1970年7月27日から1971年1月31日まで、神奈川大学学長代行。ありがとうございます。